痩せにくい原因は股関節にあったんです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹や下半身一箇所でも冷たい部分があるよって方は、今回のメニューやることで痩せやすい体が手に入ります。股関節周りが硬くなってしまうと、代謝が下がる、深部体温が下がる、血流が悪くなる、いいことがないんです。深部体温が下がってしまうと1日200カロリーぐらい代謝が下がってしまうんです。1ヶ月にしたら1キロ脂肪が増えることになります。マジかよって思った方、今回のストレッチを一緒にやってみましょう。それではいきます。まずは右足を曲げます。右手で右膝を持って、股関節を回していきましょう。自分の足で動かすよりも手で動かした方がいいです。リラックスしていきましょう。スタート。しっかりね、股関節をゴリゴリ言わす感じです。足で動かすとどうしても筋肉に力が入るので、手でね動かしてください。しっかり抱えて外に開きます。抱えるときにね、ちょっとお腹も引っ込めるとよく動きます。はい、反対も行きましょう。あとどっちかね、硬いよって方は体のね、骨盤の歪みがあるかもしれません。左右同じようにストレッチすることで歪みも取れていきます。しっかりね、手で抱えて外に回していきましょう。朝とか寝る前がね、効果的です。はい、 OK です。今度は開いたまま手で押さえてキープです。スタート。しっかり手でね、外側に押さえてください。できればね、腰も少しつけましょう。腰が浮いちゃうよって方はね、反対の足少し曲げてみてください。これでしっかりね、腰つけて、膝曲げてでも伸ばしてでもいいです。腰浮く人は膝曲げて。よし、 OK。 反対も一緒です。手で押さえましょう。スタート。ふう、これでね、股関節がちょっと痛いかもしれませんが、ちょっとね、力を抜きながらやってください。腰行く人はね、膝曲げて。痛いとね、力が入っちゃうんですけど、ストレッチを行うにつれて痛くても力を抜く感覚がね、上手になってきます。よし、 OK。 今度両膝抱えてね、キープしましょう。あとしっかりね、膝抱えて、股関節をね、本当に180度ぐらい動くんで、いろんな方向でね、伸ばさないといけません。腰に対してはね、しっかり抱えてゆっくり腰をね、伸ばす感じでやると股関節も腰も伸びます。はい、 OK。座って足の裏合わせて、つま先を持って体を前に倒していきましょう。スタート。こういう感じです。膝がね、浮いちゃうよって人は膝を押さえながら前かがみです。股関節周りってね、いくつかの筋肉で成り立ってるんで、お尻とかがね、硬いだけでもちょっと股関節がね、伸びにくいんで、全体的に伸ばしましょう。はい、 OK。 はい、今度正座してお尻上げます。膝をね、こうやってぐーっと開いて、カエル足じゃなくてね、 M 字です。このまま体を起こしてキープいきましょう。スタート。これ結構ね、きついと思うんですが、股関節をね、いつもと逆にね、伸ばすのって大事なんで、しっかりこれでね、体を下を通して股関節をね、広げましょう。結構痛いですよね、これね。あんま無理するとね、体戻らなくなるんで、痛いよって人はちょっとこう狭くして、ちょっとずつ開く感じで、こうやってね、開くっていう感じで、よし、 OK。 はい、今度うつ伏せです。片方ね、足をこうやって抱えて、これでキープ。スタート。
ちょっと体をね、こう揺らして、股関節にね、ストレッチかけながら、伸ばしていきましょう。まだいけるよーってしたらね、もうちょっと足をこうやって抱えて、しっかり抱えて、こういう感じで伸ばして。結構ね、お尻腰伸びると思いますが、よーし、OK。反対も一緒です。いきましょう。スタート。体をね、揺らしながら、慣れてくると、しっかり抱えて、関節に力をかけて伸ばします。ストレッチってね、こう自分が伸びにくいなっていう位置につけながら引っ張らないといけないんで、角度はねちょっと個人差がありますが、伸びるよって位置につけて力抜いて伸ばしてください。はい、OK。 今度は両足一緒です。こういう感じで両足曲げてキープ、スタート。ちょっとねこうやってお尻をね揺らしてみてください。そうすると伸びる位置がねあるんで、こう動かし方をね変えて。ストレッチは本当にね、自分が伸びるようにしないといけないんで、こうやったら伸びるよっていう感じ見つけてね、ストレッチしてください。よーし、 OK。 はい、今度は片足前に出して体を前に持っていって伸ばします。いきましょう、スタート。これね、手とかもね横について、膝を外側にね、クックッと外側に振りながら股関節伸ばしてください。これはね、前側の股関節も後ろ側の股関節も動きます。しっかり伸ばしてください。オッケー。反対も一緒です。いきましょう、スタート。膝をねこう外に開く感じで伸ばしましょう。この足の位置もね、ちょっと前めにしてみたり手前にしてみたり、いろいろ位置を変えるとね、また伸びる位置が変わるんで、自分のね伸びるよっていう位置につけてください。オーケー。はい、最後はねこういう感じでうんち座りです。膝しっかり開いて、肘で後ろに膝を押さえる感じで、これでこういう感じでね上下に動きます。スタート、ラスト。こういう感じでね、もう昔で言うヤンキー座りですよね、これね。こういう感じでちょっとこう揺れてみたりとかしてね、ちょっと胸張ってみたり、手でねしっかり後ろに押してみたり。うわ、倒れた。いろんなねやり方見つけて、ちょっと前にかがんでみたりとかね、胸張ってみるとか。よーし、 OK。 お疲れ様でした。代謝が上がる、いいことしかないです。今回のメニューを何度も見ながらやってください。朝、運動前、運動後、寝る前やってください。今回もご視聴ありがとうございました。